ポップビーン TV。 やっほー、さくらです。こんにちは、まほこです。はい、まっこんです。まっこんです。はい、ということで今日は昨今昨今で久しぶりです。で、まあ、何回か会ったことあるんですけど、あの深く話したことなんてもう全然ないので、今日二人きりで我らがマックを食べながらちょっと今日は語っていきたいなと思います。えっ、おっきなハチがいる。やだやだこの愚策がもう始め、なんていうの、新鮮すぎて、うん、もう緊張もやばいですし嬉しいです、めっちゃ。ということで早速行ってきます。バイバーイ。アイスティー、アイスティー、アイスティー、レモンミルクストレートございます。ストレートで、ストレートで、あと、最後のサラダ、アイスティー。はい、ということで、じゃーん、届きました。お腹空いたくない？めっちゃ空きました。ちょっとね、語る前にちょっと食べさせてくださいということで、せーの、いただきます。何頼んだんですか？私はベビーフィレオと、はい、このポテトとアイスティーですね。私は照り焼きフィレオと、あ、照り焼きチキンフィレオとサラダとアイスティーとポテト頼みました。せーの、はい、キャビー。うまっ、久しぶりです。めっちゃ美味しそう。輝いて、いただきます。いただきます。うん、え、ポップは入ってどのぐらい？10月に入って、うんうんうん、その時は読者モデルで、あ、そうなんだ、はい、で、この前にフィルムになった感じです。じゃあまだ半年も経ってないんだ。そうなんですよ、長いんだもん。え、どう、ポップは？楽しいですね。楽しい？毎月あるじゃないですか、うん、その日を待ち遠しく、うん、はい、自分磨きもできるし、うんうん、悩みとかはないの？やっぱポージングとか、うん、むずいなってめっちゃ思います、うん、練習はしてる？練習してるんですけど、本番は鏡がないので自分がどういう角度してるのか分かんなくて、わかる、むずいな。でもこの前、うん、どうやって練習してるんですかって聞いたじゃないですか。して、で教えてくださって、うん、あの先輩のポージングを写真を撮らせてもらう、うん、そう、写真とか動画とか撮らせてもらって、うん、もうずっと見てた、ポージング。うちらあれだよね、メルプチだね。はい、そうです。私は元メルプチのメンバーで、はい、まこちゃんは今ね、今、メルプチメンバーです。どう、メルプチは？めっちゃ楽しいですよ。賑やかになってめっちゃ。うん。もうめっちゃいるんだけど。めっちゃいます。まあ30人ぐらいいて。仲良くない？ないと思います。本当？ないです。誰と誰かの仲悪いか教えてください。あるかな。ちなみにポップのライバルはいますか？まあ、こいつにだけは絶対負けたくない。みんなな。モデルさんたちはみんなライバルぐらいでちょっと思ってるんですけど、うん、でもやっぱり仲いい、うん、ひなたちゃんとかいぐさちゃんとかは仲いいからこそっていう感じで思ってたりもします、うん、分かる。仲いいとさ、逆にさ、ライバル視もしちゃうよね、うん、この先輩と撮影一緒にしてみたいとか。私今一緒にいるからとかじゃなくて、本気でさくらちゃんとしたいんですよ、うん、はい、うれしい、うん、バトルとかあったらいいね、専属に上がれる。バトル系結構なんか得意なんですよね、うん、だから、はい、結構燃えるタイプ。はい、めっちゃ思います。わかる、同じですか？でもバトル絶対負けたくない、うん、けどバトルで総合結果で1位取ったことなくて、なんか中間とかあんねん、なんか途中の一部で1位みたいなあるんだけど、うちの悩みは聞いてないんだけど、聞いてないんだけど言うんだけど、あの
って意外と難しいね。連続で1位取るのとかが難しくて、それが今の目標だし、微妙な数字取っちゃうのよいつも。私もちょっと気になるんですけど、さくらちゃんがライバル視してる、いますか？先輩かな、今いる先輩。皆さん、ゆなさんをやっぱずっと超えたいなーってか、とかやっぱ先輩をこう追っちゃう癖があって、上の人を倒したい、自分の上の人を置いたいみたいなのがあるから、まあ、今はポテさんとかマリさんとかをちょっと先輩だけどっていうのかな、大事ですよね。あとはココちゃんとかも、あんちゃんとかもすごい仲いいんだけど、後輩の子で言ったらその子たちにも絶対負けたくないなみたいな思うし、初めてランキング1位この前取れたの、好きなモデルランキング1位みたいな取れたんだけど、なんか正直なんか1回の1位はなんかマグレみたいな、けど本当にすごいのって連続やん、すごい、ずっと1位って、だからそれを取れるように頑張るけど、むずくない？むずいですよね。マジで1回1回の撮影をかかってる。はい、学びます。私もあとポップティン TV めっちゃ大切です。はい、わかりました。こちらですね。だからもう 先輩とかにももうバリバリ絡みっていうと、最近どっか行ってましたよねみたいな、この一緒行きたいですみたいな、ガツガツ行ったら可愛がれる、可愛がられる、絶対。やっぱどうしてもそういうの苦手なんですけど。マジで？どうなの？失言がないようにっていうのめっちゃ思ってで、喋れなくなるっていう、まあ何だろうね、失言は気をつけるよ、気をつけるべきだよね。恋愛はしてないの？恋愛してないですね。嘘つけや。本当にしてないんですよ。嘘つくなよ。まあ後でカメラ外で教えてカメラ外で彼氏できたことある？はい。なんかよ、続いてないのもその人。はい、わかりました。なんか相手がめっちゃシャイで、そうなの？その愛情表現とかをしてくれないんですよ。だからもう無理ってなって、冷めたわけじゃなくて普通に、はい、まあ、そういうのは嫌みたいな。そうです、めっちゃモテそう。いや、モテないですマジで。ポップのモデルでさ、先輩も周り同期とかも含めて誰が一番モテるか一緒には、ここをなんかしましょう。ここの中じゃなくて、私さくらちゃん以外で言いますね。え、10いる1人こいつはモテるぞ、こいつはもう男受けいいぞみたいな。はい、ますよ。せーの、アンコロさん。そうですよね。でもうちあんちゃんと一緒にね、ランキング行った見ました。うちそれマジ嬉しいんだけど。そうですよね。男性受けっぽいけどね、どっちかというと。でも女子よりは、女受けよりは男受けっぽいけど、それは結構みんなに言われるんかい。自覚済みかい。どっちも受けたいですよね、本当に。わかる。でもさくらちゃんって本当にどっちもに受けてるイメージあります。え、マジで？どっちもだ、すごい。まあこれは否定できませんよ。恋愛めっちゃ気になりますね。なんか一時期これは絶対めちゃくちゃしてる、してそうだなって思った時があって、え、いつだったか忘れたんですけど、ロングの時ですかね、なんか雰囲気がそんな感じします。マジ？事務所はどう？状況を進められてて、で、ちょっとどうしようかなって悩んでて、運転はしたくないの？いや、したいんですけど、めっちゃ楽しいじゃないですか。ガチ楽しいよ。楽しいですか？めっちゃ楽しいぜ。洋服ってどこで買うこと、洋服どこで買うことですか？洋服は109で買うことがあるかな。で、マウジ、スライ、エモダーめっちゃ買うんだけど、X ガールはラージ、めっちゃ使うんだけど、それは表参道の店舗行った方がいい。店舗行った方がいい。系統何？系統
まあ、ガーリーで今までやってきたんですけど、ガーリーのイメージあるもんなんですけど、なんかちょっと変えたいなみたいなの思って、なんで違う自分も見せたいなみたいな、めっちゃいいと思う。どうやって定めるんですか？え、自分が好きなのだよ、もう自分が好きなのじゃないとやっていけないから、そんなコロ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 変える人おかしいじゃん、なんか何のイメージの人って定まらないから、ちょっと見てる側もだから、撮影始まる前に、次の期間が始まる前にいろんな洋服を試す、で自分が外歩いてみて一番楽しかったり、なんか自分が生き生きできるの程度が絶対一番好きなの。どうなんだろうね、でもどっちも似合いそうな顔してる、ガーリーとカジュアルですか、韓国系も似合いそうな、なんか韓国系もポップちょっと減ってきてるから、そう思って、クリームがちょっとガーリー多いんじゃないかな。ガーリー多いね、ガーリー多いから、そういうので変えてみるもいいと思う、やっぱ目立つじゃん。だから私は韓国の最低線、最低線に行くみたいな、最先端バカです。え、最先端やんだ。え、ね、学力テストさ、してみようよ今度。やりましたよ、ミルクジでもいっぱい。最下位全然違います。下から数えた方が早い。まあミルクジみんなちょっと、ミルクジみんなバカってことえ、マジでみんなでしよう。あ、まほこちゃんメンバー追加、一番タイプなメンメンも教えてください。ビッキーさんでーす。あー、タイプですよ。顔が、顔面が、ちょっとやめてくださいよ。逆にさくらちゃんのタイプの面も教えていただきたいです。どうぞ。リュウ君、リュウ君です。車持ってそこですか。あとめっちゃ優しい。それはわかります。ということで、私とマッコほぼ初対面でしたが、どうでした？学びもね、たくさんあって、プライベートの、やっとプライベートの話とかもできて、すごい楽しかったです。今度ご飯行こうね、プライベートご飯。やっぱカメラ回ってると話せないとこいっぱいあるので、また話しましょう。お願いします。一緒に頑張ろうね、ポップ。盛り上げていこう。ということで、この刺身シはですね、シリーズ化していくかもしれないので、ぜひぜひ、してほしい人と人がいましたら、ぜひコメント欄にてリクエストお願いします。ということで、せーの、バイバーイ。